か決着つけて次の挑戦者のアピールをしたいと思ってます。レッドホーク内田翔、4歳から始めた空手仕込みのストレートが武器の内田は K1 グループでは数少ない東北宮城在住の24歳、道の国ベルトをもたらすことを夢見る内田は去年8月に開催された第7代クラッシュスーパーバンタム級王座決定トーナメントに出場。1回戦で優勝候補の一角と言われていた小倉隆也から右ストレートでダウンを奪い、下馬評を覆す勝利で一気にその名を轟かせた。10月のトーナメント準決勝では木山桃太郎に先制ダウンを奪われ窮地に。その後反撃に転じ打ち合いの展開に持っていくが決め手を欠き判定負け。決勝へ駒を進めることができなかった。そのダウンもらって焦りと反撃していっていいかちょっと自分の中で迷いが出てしまって、でうまく戦えなかったかなって思います。トーナメント準決勝で敗退した内田に再びベルト獲得のチャンスが訪れる。今年2月に開催された第3代 K1 スーパーバンタム級王座決定トーナメントにエントリー。内田の1回戦の相手は元クラッシュバンタム級王者佐々木純喜。プロボクシング経験もある佐々木相手にパンチで勝負に出る内田。両者一進一退の攻防で試合は延長戦に突入。カウンター攻撃に一縷の望みをかけた内田だったが、準決勝に駒を進めることはできなかった。伸び伸び楽しんではやれたかなと思うんですけど、まあ、それがテーマだったんでそのテーマとしては良かったんですけど、まあ、もうちょっといけるとこあったなっていう、まあ、反省はあります。もちろん K-1 のベルトは最終目標というかどこにはあるんですけど、ただ去年クラッシュのトーナメントで王者決定トーナメント負けて、まあ、今の現チャンピオンであるリアム選手にはすごい借りがあるんで、まあ、これ勝って次自分がチャレンジャーとしてやりたいと思ってます。内田がリアムとの戦いにこだわる理由、それは2019年12月に対戦した際の KO 劇にある。リアムの華麗な竜巻蹴りでマットに沈んだ内田。その衝撃的な KO シーンはリアムの代名詞として定着し、かたや内田にとっては屈辱の記憶となった。リアム選手にたどり着くためにも今回は絶対負けられないし、絶対たどり着きます。対するは破壊獣長坂リラ。テコンドー仕込みの蹴りとパンチで対戦相手をマットに沈めるアクロバティックファイター。クラッシュ5月大会ではこれまで一度のダウンも喫したことのない元クラッシュバンタム級王者吉岡ビギンから2度もダウンを奪い、最後は左ストレートで衝撃の KO 勝利。観客の度肝を抜いた。まあ、予想通りというかもうちょっと遊びたかったなっていうK-1 とかあんまり知らない方が見た時に判定で勝ってもなんかあんまり盛り上がらないじゃないですか。でも KO ってなるとやっぱどっちかが倒れるんで、そこはちょっと意識して誰が見ても分かりやすい試合をするってことを心がけてます。去年7月から続く3連続 KO 勝利で勢いに乗る長坂は宮崎県出身の23歳。テコンドー九州大会で7度優勝、さらに全日本選手権を2連覇したテコンドーの逸材。自分が生まれた頃にはもうお兄ちゃんがテコンドーやってて、でその影響で自分も気づいたら3歳から始めてた感じです。オリンピックを視野に入れて上京したんですけど、 YouTube でなんか格闘技こう見てたんですよ。 K-1 をすごいなみたいな思ってて、これ俺ワンチャンいけるなみたいな勝手に勘違いして、
でネットで一番強いとこ調べてたらクレストっていうのが出てきたんで、でそこバチンと電話して、そのプロのスパーリングおいでって言われて、まあボコボコにされて現実っていうのをもう叩きつけられてもうそれで火ついたっていうのもあります。2018年に回転系の技を駆使しド派手な KO 劇でプロデビュー。しかしデビュー2戦目でプロの厳しさを知る。2019年3月のケーズフェスタで現クラッシュバンタム級王者リアムと対戦した長坂。パンチを軸に攻撃を組み立てるリアムにバックスピンキックや二段蹴りなど足技で応戦したが、デビュー2連勝を飾ることはできなかった。めちゃくちゃチヤホヤされて超調子乗っちゃって、で、あ、これテコンドーでも全部いけるわみたいな思っちゃって、まあ、ただ単に K-1 を舐めてました。1年半前ぐらいに右足の膝の靭帯をやってしまったことがあって、でその時に、まあ、足技ができなかったんで、そこでもうパンチをめちゃくちゃ集中的にやったんです。テコンドー1回捨ててパンチを基本を忠実にやって、でそこに蹴り技を足すっていう方法でやりました。まあ、まだまだこんなもんじゃないんで、しっかり、まあ、目先の試合勝ってリアム選手にリベンジして、まあ、ベルト巻いてもっと上に上がっていければなと思ってます。今回の相手も避けては通れない因縁浅からぬ難敵。リアム戦後の2019年8月、今から3年前に内田と対戦している長坂。テコンドーベースの蹴り技を持つ長坂と空手ベースのパンチを持つ内田の戦いはフルラウンドの激闘を経てドロー裁定に終わっている。見せに行き過ぎたっていうか、本当にもうパフォーマンスに100走っちゃったんで、はい、本当基本に忠実なファイターだと思ってるんですけど、そこをなんかより強化してきたなってこの3年間で思ってます。しっかり踏み台になってもらって次につなげます。まあ、すごい強くなってるなって思いますけど、ただ自分もまあいろんな経験して練習してやってきたんで、まあ負ける気は全然さらさらないです。7月30日後楽園ホール、共に進化を遂げた長坂と内田、3年間の答え合わせ決着戦を制しタイトル戦線に名乗りを上げるのは。